聞いていてごめんなさい。いつの間にか口癖。弱音ばかり吐いていた。つまらぬだけの人生。村の人たちは皆、綺麗な紫の髪。仲間外れの多く、人と違う青い髪。森の奥で密かに、そびえ立つ千年樹。僕はここで一人、神に願いをかけた。孤独に生き続けること、それはとても寂しい。誰でもいい方の、友達になってほしい。彼と出会ったのは千年樹のすぐそば。倒れていた彼を助けたのが始まり。いつの間にか二人はとても仲良くなった。だけど僕と彼、何もかもが違った。村の中の誰より綺麗な紫の髪。その優しい声と笑顔、誰からも愛された。どうしてこんな僕にも優しくしてくれるの。自分より劣る男を追われんでるつもりなの。いくつな僕を抱きしめて、彼は囁いた。あなたは誰より素敵な人よ。涙がこぼれた。たとえ世界のすべての人が僕を寂しみ笑っても、必要としてくれる人がいる。それだけで幸せだ。村を飛び出して街で暮らし始めた。不慣れな生活でも一緒なら大丈夫。裕福な商人の夫人の使用人、生きるためにでは何か僕たちの仕事。歩き屋敷で見かけた黄色髪の優男。あいつと彼の出会いが全てを狂わせた。海の向こうの国の王、彼は彼を深く愛し、隣の国の王子の空港を拒んだ。国は戦火に包まれた。王子が暮らしたねね。紫の髪の男はすべて殺してしまいなさい。みんなみんないなくなってしまった。青い髪の僕以外、彼の代わりに僕が死ねばよかったのに。どうしてどうして見ていてごめんなさい。いつの間にか口癖。弱音ばかり吐いていた。つまらぬだけの人生。港町の教会、新たに暮らし始めた。隠れて王子が死んだと風の噂で聞いた。
彼と出会ったのは教会のすぐそば。倒れていた彼を助けたのが始まり、いつの間にか二人はとても仲良くなった。だけど僕と彼、何もかもが違った。誰もいない夜の断崖に偶然来てしまった。彼の告白、ああ、なんということでしょう。彼はまさに悪の息子。町外れの小さな港、一人たたずむあの子、背後から近づく大きく心から鳴り行く取り出し手を地の背中に向けて振り上げた。あなたに謝らなければいけないことがあるの。僕結局あなたの叩きは取れなかった。あの子は昔の僕、とてもとても孤独な人、一人で生き続けること、それはとっても寂しい。何もできなかった。あの子少し料理がうまくなった。今日のおやつの振り、とってもうまく焼けてる。あの時あの海辺で一瞬見えた幻覚、あの少年は一体誰だったのかしら。